お待ちを。お二方はもしやかの有名な旅人さんとパイモンさんでは？うん、そうだけど、お前は誰なんだ？私はウィカス、学院祭企画委員会のメンバーです。お二方は学院祭をご存知でしょうか？そうそう、オイラたちそれでここに来たんだ。おお、どうやら我々の宣伝もなかなかの効果だったようですね。学院祭に興味がおありなようでしたら、私から簡単に説明しても？学院祭というのは、教令院によって開催される賑やかな祭典で、極めて長い歴史を有します。具体的に説明しますと、学院祭は学院フェスト、学院トーナメントの2つに分かれています。毎年開催される学院フェスでは、6つの学派がシティ内にブースを出展し、お客さんたちをもてなします。自分たちの学派の魅力を宣伝して影響力を高めるチャンスでもあります。対して4年に1度の学院トーナメントでは、6つの学派から1人ずつ代表が選出され、チャンピオンの座を競います。今年は学院フェスと学院トーナメントが同時に開催されるものですから、シティは今までにないほどの盛り上がりを見せているんです。なるほどな。詳しく教えてくれてありがとな。いえ、当然のことをしたまでです。学院祭に関する質問に答えることはもとより私の責務。ましてやお二方にはお願いしたいことがありますので。何かオイラたちに手伝ってほしいのか？はい、我々にとって今年の学院祭は大変重要なんです。実はクラクサナリデビ様は賢者たちと共にある計画をお立てになりました。教令院は来年、砂漠から才能ある者たちを募り学者にする予定です。ですから今回の学院祭では、砂漠に住む民を数多く招き、事前に教令院の雰囲気を感じてもらいたいと考えているのです。お噂では、お二方はウリンにおいても砂漠においても非常に名声がお高いとか。もしもお二方が学院祭に、特に学院トーナメントに参加してくだされば、きっとより多くの人々にこの盛大な祭典を知ってもらえると思うのですが。そうだぞ。それともまさかどっかの学派に入れっていうつもりか？でも学者になったら試験とか論文とかやらないといけないし。ご安心ください。学院トーナメントの参加者はすでに決定済みですので、お二方には特別評論員としてそれぞれの試合を観察し記録していただきたいのです。プレッシャーに感じていただく必要はありません。試合とこたびの学院祭を楽しんでいただければそれでいいのです。ある程度は報酬もご用意しておりますので、お二方のお時間を無駄にするようなこともございませんよ。聞いた感じ良さそうだけど、お前はどう思う？後ほど学院祭の会場で司会者がそれぞれの参加者を詳しく紹介する予定ですよ。中にはあなた方のお知り合いもいるかもしれません。ま、これは後のお楽しみということで。どうです、この依頼を引き受けてくださいますか？学院祭を楽しめる上に報酬までもらえるなんてめちゃくちゃいいよな。学院祭のメイン会場はレグザー町付近の郊外にありまして、司会はカリーナと申します。彼女に状況を伝えれば手配してくれるでしょう。もうそろそろ学院トーナメントが始まる時間です。さあ、特別評論員のお二方、順調に行きますように。何かあればいつでも私にお尋ねください。うん、それじゃ出発だ。
他に何かご用でも？の商品です。莫大な賞金、プロジェクトのリソース、七星召喚の限定カード、そして彩色の冠をかぶる権利。これは皆さんご存知の通り栄誉の象徴です。あいつがヴィカスの言ってたカリーナだよな。今は忙しそうだから後で話しかけに行こうぜ。彩色の冠、実に完璧な芸術品だ。あれを見るといつもその美しさについ酔いしれてしまうわね。あれをかぶる資格のあるものはきっとえりすぐりの天才でしょう。すでに彩色の冠をご覧になっている方やその伝説を耳にしたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。20年前、サーチェンさんという学者が大枚をはたいてこれを買い取り教令院に寄贈してくださいました。そしてこたびの学院トーナメントにおける莫大な賞金も彼からの支援によるもの。大会を始める前に今日ここにはいない彼へ感謝の意を私から伝えさせていただきます。全てが悪くなっている、全てが悪くなっていく、全てが悪くなるしかない。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。罪悪の種は初めから塔に。おい、何ぼーっとしてるんだよ。さっきから呼びかけても返事がなかったけど、寝不足か？まさかまたオイラに隠れて夜更かししてたのかよ。さて、皆さんも大会の開始を今か今かと待ちわびていらっしゃることでしょう。それではいよいよ待ちに待った6名の学院代表の登場です。その名も正論派代表ティナリ。ソロン派代表セノ。メーロン派代表レイラ。シロン派代表ファルザン。ミョーロン派代表カーベ。そしてインロン派代表。おや、インロン派の代表はまだ到着していないのでしょうか。そんな風にやかましくて無意味な紹介はそこらでやめにした方がいい。え？おいおい、インロン派の代表がなんで。来ました、最後の参加選手、インロン派代表カサッチ。あいつカサッチっていうのか。見覚えがあるな。え、あいつが誰なのか知ってるのか。外国の学者だって聞いたわよ。何でも陰論派に席を置いてて、時事問題の分析に関する論文をたくさん書いたらしいわ。でも陰論派の学者のほとんどは彼の言葉遣いが気に入らないみたい。それにいつも神出鬼没で、ほとんど他人との関わりもないしね。そういった物議は別として、彼の掲げた多くの論点は結構的を射てるよ。陰論派はここ数年人材が枯渇している。何人かいる有名な人も今は教令院にいないから選ぶに選べなかったんだろうな。なんか変だよな。
あいつってこんな大会に出るようなやつじゃなかったよな。今6名の参加者が出揃いました。試合も間もなく開始です。今回の学院トーナメントのチャンピオンに輝くのは一体誰になるのでしょうか。乞うご期待。こうして見ると学院トーナメントってオイラたちの知り合いがたくさんいるな。そうだ、オイラたちってもうすでに特別評論員なんだよな。みんなの参加理由を知るのもオイラたちの仕事だと思うぜ。後で挨拶がてら聞いてみようぜ。特にあいつだよな。ここにあいつがいるのはなんだか変な気がするぞ。あなたたちか。どうしてここに。オイラたち特別評論員をやってるんだ。試合の過程を記録する係なんだぜ。ほう、ならばわしが優勝する瞬間をしっかり収めてもらわんとな。下から上を映す角度で後ろ姿をクローズアップでたくさん撮るんじゃぞ。その方がより先輩さが増すからの。決めつけはよくありませんよ。優勝するのはこの僕です。わしと争おうなぞ100年早いわ。クシャレワーの小僧もルタワヒストのガキンチョもな。先ほどからお聞きしたかったんですが、ファルザン先輩は私をご存知なんですか。ん？覚えておらぬのか。時々夜の図書館で会うじゃろうが。お前から声をかけてきたこともあるではないか。え？全く記憶にありません。おかしな話じゃな。まあ今はそんなことに構っておる場合ではない。わしはチロン派の名高き大先輩ファルザンじゃ。お前はメイロン派のレイラで間違いないな。はい。うむ、これで正式に知り合ったと言えるじゃろう。ほれ、至極簡単なことじゃろ。わしはお前のように先輩を尊敬する子が大好きなんじゃ。どうじゃ、この際わしの研究チームに入らんか。ファルザン先輩、それは学派をまたいでのスカウト行為になるんじゃ。あまり強要はしない方が。そんなことはわかっておる。じゃが近頃は本当に人員が見つからんのじゃ。研究経費にしたってあれっぽっちでは。ともかくわしが優勝すれば現状もきっと変わるじゃろ。もしかしてファルザンは研究経費を増やすために大会に参加したのか。それだけではないが。なんじゃ、わしの参加理由が気になるのか。ふむ、そういえばお前たちは特別評論員じゃったな。そんな質問が飛び出すのも一家な不思議ではない。今は入学したばかりの新入生が多い時期じゃが、奴らもきっとこたびの大会には目を向けておることじゃろ。そんな中でわしが優勝すれば評判を聞いて駆けつけてくる学生も後を絶たなくなるはずじゃ。その上優勝すれば学院内のプロジェクトリソースも得られる。研究経費についても一挙解決というわけじゃ。すまんな、我が後輩たちよ。こたびの優勝はこのわしがいただく。私も頑張ってチャンピオンを勝ち取るつもりだよ。少なくとも見苦しい負け方だけはしたくない。レイラはなんで参加したんだ。なぜかすごくたくさんの人が私を推薦してくれたらしいの。応募してなんかないのに、目が覚めたらすでに名前が掲示板に載ってて、私すごく緊張してるんだ。
みんなの期待を裏切ってしまわないか心配で。もう何日もよく眠れてないの。後輩よ、緊張することはない。失敗とは成長の過程で皆が経験する必須科目じゃ。でも先輩、私失敗したくないんです。まずいな、みんなそんなまともな理由で参加してたのか。絶対に言わなくちゃダメか。おう、絶対に言ってくれ。オイラたちが記録してやるぜ。そのあれだ、わかるだろ、僕は不動産を買いたいんだ。あ、そっか、アルハイゼンのところから引っ越う。アルハイゼン、なんだそれ、なぜそこであいつの名前が。おかしいな、おいらなぜか言い間違えちゃったぜ。つまりトーナメントの賞金で不動産を買いたいっていうのが理由なんだな。ああ、それからもう一つある。実はまだ僕が幼かった頃、父も学院トーナメントに参加したことがあるんだ。だが惜しくも優勝はできなかった。だから僕が優勝してあの冠をかぶれば、父の夢を代わりに叶えてあげられるかもしれない。その参加理由は悪くないな。良い心意気じゃ。まあこのわしがいる限り後輩が優勝できる確率は高くないが、仮にお前が彩色の冠をかぶることができたとすれば、お前の父親もきっと喜ぶと思うぞ。もうそれは叶わないのです。父は何年も前に亡くなっていて、砂漠へ旅行に行って運悪く流砂に遭遇してしまったらしい。まさか後輩にそんな過去があったとは。それは気の毒じゃったの。もう過ぎたことです。人は今を生きなければならない。さ、話を変えましょう。僕のせいで気まずい雰囲気になったらいけない。うむ、よかろう。さっき賞金で不動産を買いたいと言っておったが、自分で住むようにか。というか今はどこに住んでおるんじゃ。それはちょっと変じゃな。さっきはアルハイゼンの名も聞こえたが、あやつはわしらチロン派の人間じゃろ。お前たち何かわしに隠しておる秘密でもあるのか。そんなことはありませんって、考えすぎですよ。おいらは何も知らないぞ。さてさて、他の参加者にインタビューしてくるぜ。気になっていたんですが、ファルザン先輩とカーベ先輩はどうやって知り合ったんですか。前に難問に遭遇してさ、図書館で方法を考えていた時、ちょうど通りかかった先輩にいろいろ指図されたんだ。指図じゃと。指導といえ指導と。ふん、正直クシャルワー学院の問題になど答えてやるつもりはなかったんじゃが、後輩の態度も悪くなかったからちょいとばかし具体的に話したまでのこと。わしは今はチロン派の学者じゃ。今度からは言語と文字に関する問題を聞きに来るといい。気になっていたんですが、ファルザン先輩とカーベ先輩はどうやって知り合ったんですか。前に難問に遭遇してさ、図書館で方法を考えていた時、ちょうど通り…指図じゃったん。正直わしは今はチロン派のが…気になっていたんで…前に難問に…さったん。わしは今はチロン…
サーチェンは陰論派の学者で、かつて教令院の有名な天才だったというわ。やっぱり天才同士って惹かれ合うのかも。ついてきて。久しぶりの学院。久しぶりの学院トーナメント、燃えてきたぜ。二人とも、また会ったね。ひひ、オイラたちも学院祭に遊びに来たぜ。しかも、今は特別評論員をやってるところなんだ。へえ、特別評論員が写真機で試合の過程を記録してくれるとは聞いてたけど、まさか君たちだったなんてね。まだ休暇中だから、これだけは言わせてくれ。とても面白いと思わないか？こんな偶然もあるんだな。まさにちょうど、グーには必ず善があるような。はぁ、あ。そういえば、セイロン派の学院代表がティナリで、ソロン派の学院代表がセノみたいだけど、オイラの記憶が確かなら、お前たちってすでに卒業してないか？卒業してても大会に参加できるのかよ。やっぱりそういう反応になるよね。実を言うと、自分が学院代表に選ばれたって知った時は、君たちよりも驚いたよ。後から知ったんだけど、教令院にいたことがある学者ならみんな参加資格があるらしい。卒業してるかどうかは関係ないんだ。そんなルールがあったのかよ。もちろん制限がないわけじゃない。例えば、賢者は参加禁止だし、大会に出られるのは一人一回だけだ。そう。それから、学院代表の選出方法は二通りあるんだ。一つは自分での応募。もう一つは、学院の半数以上の学者に推薦される方法だよ。それなら、ティナリはきっと二つ目の方法で選ばれたんだろ？数多くの学者が自分からティナリ先輩のために票を集めたと聞いた。そんな後輩たちにはもっと学問に集中するようバシッと喝を入れたいって時々思うけどね。もちろん断ってもいい。けどよくよく考えてみたら僕にとってもいい機会だと思ってね。来月ガンダルバー村で生態学普及講座をやるんだ。学院トーナメントに参加すれば、大会の人気にあやかって、事前に宣伝できるだろ？優勝できるかどうかは、正直、あんまり気にしてないよ。僕のお隣にいる誰かさんとは違ってね。ああ、残りわずかな休暇を利用してな。商品に、七星召喚の限定カードがあると聞いて応募した。今回のカードは本当に貴重なんだ。逃すには惜しい。もしかして、一枚限定の超強力なカードとかなのか？いや、ごく普通のカードだが、カードの表面はキラキラとした銀色のエフェクトで覆われている。え？それって何か役に立つのか？すごくかっこいい。それ以外で何
何に役立つのかって聞いてるんだけど。理由なんかそれだけで十分だ。俺は全力でチャンピオンを勝ち取り、そいつを俺のデッキに入れる。僕みたいにカードゲームをあまりやらない人にはわからないよね。ま、みんなそれぞれの参加理由があるわけだから、驚くほどのことじゃないけど。だな。さて、他のやつの参加理由も聞きに行こうぜ。お前がスメールシティに来てくれるなんてな。アザールと彼の一派が失脚してからは、教練員の雰囲気もだいぶ良くなったしね。最近は先生も忙しくって、僕に説教する暇もないみたいだから。教練員に戻れと勧められることもない。だから、最近はたまにスメールシティに来てるんだよ。ここは商業が発達してて、研究に使うものを買うのに便利だからね。お前はカサッチ。陰謀派にはその名前で登録してある。カサッチってどう考えてもあだ名だろ。名前に聞こえないぞ。いたって普通の名前だろ。何がいけないんだい。わかった。それじゃあカサッチ、お前はなんで学院トーナメントに参加したんだ？オイラたちは特別評論員なんだ。ちゃんと質問に答えてくれよな。質問に答える気はない。たとえマハマトラが来たって無駄だよ。って言ったら、どうする？お前。ふん。今回の目的は誰にも言わないって。人と約束している。とだけ言っておこう。まさか、裏で何か企んでたりしないよな。さあね。僕が何をする気か、当ててみてよ。なあ、もう、頭きたぞ。もういい。じゃあ、参加した理由じゃなくて、他の質問をしてやる。お前、一体なんで陰謀派に入ったんだよ。まったく、本当に根掘り葉掘り聞くのが好きだね。これ以上何も答えずにいたら、君たちの口うるさい話を延々と聞く羽目になるっていうのかい？陰謀派に、たたらすな事件を研究している赤羽という学者がいると聞いてね。いくつか文章を書いて、彼の観点に異論を唱えたのさ。その後、暇だったから、ついでに稲妻の社会問題についても少し批評した。だけどよもや、陰謀派の奴らに学友だと思われてしまうなんてね。挙句の果てには、講座に来ないか、なんて言ってくる者まで現れた。どこまでも、愚昧な奴らの独りよがりの思い込みさ。少し話せば解ける程度の誤解に過ぎなかった。それなのに。この件を知ったクラクサ・ナリテビが勝手に僕の陰謀派の学籍を手配したんだ。カサッチという名前でね。話はここまでだ。僕よりも他の人に目を向けた方がいい。もうじき誰かが不幸に見舞われる。さて、それは誰だろうね。お前、やっぱり気の抜けないやつだな。こいつ相手には警戒を解いちゃダメだぞ。しっかり見張っておこうぜ。カリーナの方は落ち着いたみたいだな。話を聞きに行こうぜ。学院トーナメントを楽しむといい。忘れられないひとときになるだろうからね。